ご問い合わせをいただきましてですね、それがきっかけで、このようなイベントがあるということで、財閥をね、活用する機会というのを与えてくださいました。本当に、ありがたいなというふうに思っております。なかなかですね、まあ、バスがちょっとね、他のバスに比べて小さい関係上ですね、最大時線でちょっと運用、ね、定期的に運用というふうなのが、ちょっとなかなか現状ではちょっと難しい。というふうな形になっているのが正直なところでございます。その中でですね、皆様にこういうふうに今回乗っていただいて楽しんで、行ってもらえたということはですね、私もそうですし、このバスを担当しているのがですね、この今運転している、寺脇でもなくは、喜んでいるかと思います。またですね、今後貸し切りとかそういうイベントごと等ありましたら、ぜひですね、アトラクションの一つとしてでも使っていただけたら、非常に、ね、嬉しい限りでございます。ぜひね、また何かありましたらお声をかけください。バスの方は、可能な限りご用意はさせていただきますので、またですね、お願いしたいと思います。また路線バスもですね、使っていただければ、非常に嬉しい限りでございます。これを使ってみました。お話ししていただいてですね、西大寺公民館の方、終点の方到着いたしました。まずは完全に止まってからですね、お席を立ちいただければと思います。車内事故の防止にどうかご協力をお願いいたします。